石原へ、石原エリアの中、縦に仕掛ける、仕掛けてクロス、中田中入りまーゴールイン、よくかかりましたねですね。だこの一発あるんですよ松本はね、はい、J1 昇格に向けた大きな1点、まあ、石原の良さが出ましたし、はい、まあ、ボックスの中の人数のかけ方と、まあ、先ほど田中早馬のランニング斜めに入った方がいいんじゃないかと話しましたけど、はい、まさしくクロスに対してワイドの選手、逆サイドの田中早馬が入ってきてるところですよね。そうですね、まあ、藤田から縦パスが入って前を向いて勝負する、はい、迷いがなかったですね、はい、そして相手をぐっと引っ張っておいてマイナス、まあ、前半も何本かありましたよね。栃木の選手はこれでガッとこう後戻りすることによって少し当たってますけど、あ、はい、まあ、よく詰めましたね、田中今 ねよく決めました。左の石原がエリアの中、このパス、そこにもう本当に真ん中まで入ってきていた、はい、そんな右サイドの田中早馬でした。まあ、この時間帯まで本当我慢しながらの時間帯だったと思うんですよね、松本の方は、はい、まあ、前線